はい、どうもサトチュンチャンネルです。さあ、またまた夜の自転車徘徊雑談コーナーでございます。今日はですね、こんなとこでこんな話するのもなんなんですけど、まあ最近のねスマートフォンについてちょっと思うこと、これをまあ動画にしたいと思います。最近ね、うちのチャンネルでもスマホの話題、ちょこちょこが出てるんですけれども、僕はほとんどね、Android スマホばっかり使ってて、なんですけどね、最初の頃のさ、Android スマホ、Android 2.いくつとかね、1点いくつとか、あの時代の Android っていうのは本当、進化がね、目まぐるしくて、新しいモデルが出るつどに、すごいねスペックアップをしていくんだけども、ところがね、もう最近のスマートフォンっていうのはもうね、Android と iOS の性能差もほとんどないですしね、だいたい使えるものになってきてる。これはエントリー機でもね、よっぽどねハードな使い方しない限り、十分ね仕様に耐えられるようなスペックなんですよね。これはCPU とかメモリの性能、ストレージの容量、カメラ性能とかね、ほぼ満足のいくものが出てきてます。で、僕も今、スマホは何台体制かな。ほぼ1台かな。ノバライト2、今現在撮影で使ってますけど、ノバライト2を使ってますけど、これで、大体のことは賄えるっていう。完璧にね、満足したものではないんだけど、YouTube 動画活動をやるにあたっては、ほとんど、支障がないというか、動画撮影ができて、写真撮影ができて、で、外部マイクも使えて、ツイキャスできて、YouTube ライブできてっていう機能をね備えてあれば、ほぼほぼそつなく使うことができるわけですよ。これ以上のもの何が必要ってとこですよね。YouTube のね、 YouTube 活動に特化したスマートフォンが出てくれればいいんだけど、スマートフォンそんなもの出るわけないですよね。いろんなものに使えるということで、多様性のあるものが、スマートフォンの主流でね、YouTube の性能に特化したものっていうのは出るってこともないだろうしね。でもそういう互換に使えるものでも、十分満足して使えるというのが最近のスマートフォンじゃないかなと思います。毎月もしくは毎週のようにね、新しいモデルが発売されてますけども、でも今はね、CPU の性能がさらに上がって、カメラ性能がさらに上がっていくのかな。でも内容を伝えるということに関しては、別に最新スマホもね、今持ってるスマホもそんなに変わらないかなっていうふうなのが率直な意見ですね。特に僕は動画編集っていうのは現状やってないしね、撮ったものをそのまま上げているだけなんで、そんなに CPU のスペックには依存してない。そこそこ撮れて、で、音声をバッチリ拾ってくれるというものであればね、大体こと足りるんで、そう思うとね、ちょっと物欲がなくなっちゃうんだけど、でもそんな中でもね、面白いものとか出てきたら、この動画でね、紹介していきたいなとは思うんですけども、革新的なスマートフォンってなるとね、どうなんだろう。
もうすでにこれが究極の形なのかなってこう自分なんかを考えちゃうんだけどね、うん、この先スマホがどういうふうに進化していくのか、うん、まあね、それがちょっと僕らの要求に要望にこう応えるものなのかどうかっていうのもあれなんだけどね、うん、そんなわけで、最近のスマホ事情もうこれで十分じゃないかなっていう、お話でした。はい、てなわけで、さとちゅーんでした。